スティーブン・アンソニー・ボルマーは、アメリカ合衆国の実業家、マイクロソフト社元サイコ経営責任者、NBA のロサンゼルス・クリッパーズ・オーナー。ミシガン州デトロイトに生まれる。父はスイスからのドイツ系ユダヤ人移民で、フォードモーターにマネージャーとして勤務した。母は、ベラルーシのピンスク出身の両親を持つ東欧系、ユダヤ人、移民2世。高校時代に、 サットの数学で800点満点を得点するなど、数学に秀でた才能を発揮し、1973年に4.0の GPA で卒業、クラスの卒業生総代となる。卒業後は、ハーバード大学へ進む。ハーバード大学在学時には、アメリカンフットボールチームのマネージャーや、学内機関士のザ・ハーバード・クリムゾンとザ・ハーバード、アドボケートの広告部長を務める。 後にマイクロソフトを設立するビル・ゲイツとは、ゲイツが中退以前に学生寮の同じ部屋に住んでいた。第2位優等で卒業し、数学と経済学の学士号を取得する。卒業後は、プロクターギャンブルでアシスタントプロダクトマネージャーを2年間務める。P&G 時代の同期に、後のゼネラルエレクトリック CEO、ジェフリー・イメルトがいた。経営学習士を取得するために、 スタンフォード大学経営大学院にも通学したが、ゲイツに説得され中退する。1980年、ゲイツが初めて採用したビジネスマネージャーとして、マイクロソフトへ入社、マイクロソフトの30人目の従業員となる。オペレーティングシステム開発、経営、販売、サポート事業部門長などを経て、1998年7月には、 空席となっていた社長に昇進した。2000年1月には、ゲイツの辞任に伴い最高経営責任者に就任した。バルマーは Xbox への巨額な投資を承認した。2014年2月4日、最高経営責任者を退任し、サティアナデラに最高経営責任者を譲り、取締役に就任した。2014年8月12日、 NBA のロサンゼルスクリッパーズを買収し、オーナーに就任した。同月19日、オーナー職などに集中したいとするバルマーの意向が、受け入れられマイクロソフト取締役を退任した。2015年10月16日、ツイッター社の株を4%保有していることを明らかにした。個人では3番目の大株主となる。ただし、2018年5月には、投資家であることに、 もはや集中したくなく、価格が魅力ある水準だったことを理由に所有していた、ツイッター社の株式をすべて売却したことを明らかにしている。2007年ボルマーは、技術者肌であるゲイツに対して、経営のアドバイザー的な役割を果たし、マイクロソフトを大企業に仕立て上げた立役者でもある。同社の売上高を3倍、利益を2倍へと押し上げたが、携帯端末事業で、 アップルやグーグルの後人を廃したとの評価もある。また、基調講演で壇上を跳ね回り、I love this company と絶叫するなど、ユーモラスな人柄も持ち合わせている。かつては、Windows 1.0のテレビコマーシャルにも出演し、熱狂的にアピールする姿を見せた。2017年4月には、資材1000万ドルを投じ、アメリカ合衆国の財政状況を具体的に、 可視化する非営利サイト usafacts.org を立ち上げている。スティーブン・バルマー。ノイマン・インターナショナル。2008年11月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年11月12日閲覧。ABC29 スティーブン・バルマー。フォーブス。2013年4月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年2月20日閲覧、ABC ロア、スティーブ、プリーチングフロムザ・バルマー・プルピット、ニューヨーク・タイムズ、2007年7月15日閲覧、ABCDEF レバーマン、デビット、CEO フォーラム、マイクロソフト S バルマーハビング A、グレートタイム、USA トゥデイ、2010年2月20日閲覧、ベ マイクロソフトの社長に、スティーブ・バルマー氏が就任。PC ウォッチ、2012年8月30日閲覧。マイクロソフト前、CEO、クリッパーズのオーナーに就任。アフプブニュース、2014年8月13日閲覧。ABC、バルマー氏、MS 取締役も退く前 CEO、NBA オーナーに注力。共同通信。 47news,http://www.47news.jp:/cn/201408/cn2014082001000700.html2014 年8月21日閲覧 w s j m i c r o s o のバルマーゼン CEO ツイッターの大株主に2015年10月17日、ブルームバーグマイクロソフト前 CEO のバルマー氏、ツイッター株をすべて売却スティーブ、バルマーゴーイングクレイジー YouTube ハットバルマーセルズ、Windows 1.0YouTube 元マイクロソフト CEO が、資材11億円を投入、アメリカの事実を明らかにする、USAFACTS.org とは、ありがとうございます。